今注目の 3D プリンター住宅建設にわずか2日550万円という安さが人気です未来をここから SDGs ウィーク今日のテーマは住み続けられるまちづくりをです愛知県小牧市の工場あるものが作られていました今作ってののはですね住宅の 壁の一部を作っていますクリームのように積み重ねられているのはコンクリートの住宅の壁動いている機械は技術革新として注目される 3D プリンターです今年7月、1件の住宅が完成したといいます夫婦2人用の 3D プリンター住宅になります 平屋建ての住宅水回りを完備した国内初の 3D プリンター住宅として先月から販売を開始しました 3D プリンターで作られるのは外壁まで内装は外注して作りますがトイレバスルームキッチンなどを揃えた 1LDK です 2> 丸2日間で作ることができます 驚くべきはその施工時間。組み立てから完成までわずか四十四時間三十分でできてしまうといいます。さらにその価格も五百五十万円になってます。一般的な住宅と比べると破格の値段です。三十年という長い住宅ローンはもう大きな課題だと思ってまして、もっと ロボット化することによって、車を買う値段で家を買える、そういう新しい社会に変えたいと思って、住宅の支払いが全部なくなったら、まあ本当にどんな自由があるかっていうのが我々非常に大事だというふうに思ってます。デジタルデータを出力し、住宅を成形する 3D プリンター、通常の施工人員の97%を減らすことができるそうです。 全く廃材が出ないし施工をこの場で行うことによって施工時間を短くすることによって移動コストを下げることができますから居住環境を保つ仕組みも二重構造で断断熱熱性をを担保すすするるためにににやってままこの中に断熱材を入れる形になります現在、すでに1050件近くの購入があり問い合わせも 六千件近くあるといいます。六十歳以上の引き合いが非常に多くて、例えば三十年の住宅ローン支払い終わったらリフォームに一千万円いってきたとか、もしくは一生賃貸で大丈夫だと思ってたら六十歳になったら家を貸してくれなくなったって現象が起きたそうです。実際に住居として購入した女性を取材しました。田舎っていうイメージなんですけど、そこで最先端の生活をするっていうのが。 面白いと思ってて岡山県に住むデザイン会社の代表を務める女性現在住む事務所兼住宅を事業拡大のため店舗に改装する代わりに 3D プリンター住宅に移り住むといいますやっぱり何千万単位と思うじゃないですか家買うっていうと私でも買えるっていう目指すのは 貧困がない社会です今日本人の40%の方は一生住宅を持てないという状況になっているんですね。家に対して非常に困っている人たちそれを解決することが実は SDGs でいう貧困をなくすっていう部分につながっているというふうに考えています。